久保さん、今回、あの、属するのを属にしましょうか。まあ、どこに属するかって結構大事だと思います。うん。どうですかね。多分、会社のどこの部署に属するかで、なんかちょっと人生変わりそうじゃないですか。全然違う人生のストーリーですよね。例えば、営業部署に所属するのか、事務職、事務員っていうかね。 経理部に所属するのかで全く人生違うストーリーになりそうじゃないですか小学校もそうですよねまる小学校に属するのかまる小学校に属するのかで全然人生の違うストーリーになりません多分違いますよねそこにいる人も違うしただから人生って多分どこに属するのかで結構決まると思うんですよね今は僕は一人に属してるんですけど でも最初はね、あの、蒸れないとダメなんですよね。ツバメも最初はチュンチュンチュンみたいな。ご飯ちょうだいみたいな感じで。まあ最初は親に属してると思うんですけど。なんかな何かに多分属さないとちょっと難しいと思うんですよね、うん。まあ難しくないか。まあ一人でやろうと思えばできるっちゃできるんですけどね。うん、でもなんかあの人生変えたいんだったらどっかに属した方がいいと思いますよ。 一人で成功してる、一人でね、久保さんと同じような生活ができてるんだったら、サポートもいらなくてね、サポートもいらなくて、久保さんと同じ生活ができてる、僕と同じ生活ができてる、だったらいいと思うんですよ。でも僕、最近、すげえ思うのが、まあ、17年も商品売って思うのが、やっぱり、一人じゃ無理だなっていう <laughs>、思う、思いますね。 だって久保さんも久保さんにこれお聞きしたいんですけどあの教わる教材もなければサポート質問しても質問する相手もいなければその状態でマージャン店のおっさんから自分一人でじりり自力で今のそのセミナーとかねコンテンツビジネスとか塾やったりとかできたのかって話ですねど,どうですかね まあ最初はね、山口陸のスマホ教材買いましたけど、全く一人で、じゃあスマホの,そのアプリ作れるのかっていうサポート不要でね、どうなんですかね、僕はすみません、売る側なんで <laughs>。売る側だからな、ずっと。僕はなんか、まずはスタートアップとしては属した方がいいと思います。ずっと属する必要はないんだけども、最初はね、属した方がいいと思いますね。うーん。 まあこれは久保さんがお客さんだから久保さんの回答よ待ちでしょうね。いってらっしゃい。